で動画が作れるとはさ。知って、今日一日はずっとこれやってた気がします。とにかく時間がめちゃくちゃ溶けていきます。なんだかんだで、こんな感じの動画なら作れるようにはなりました。ちなみに、これはフリー素材のダンス動画をキャラクターに書き換えてるだけのことです。もちろん、自分自身が好きなポーズを撮った動画や静止画をキャラクターに変えることもできるわけです。まあ、やろうと思えば、一人で簡単にアニメやら映画みたいなもんを作れる時代になったんだよ。と、そういうことです。てんてけてん、動画も面白くはあるので、またぼちぼちとやっていこうとは思ってます。けど、テキストからは作りにくいので、まだこれからって感じの技術ですね。以上です。てんてけてん、趣味でステーブルディフュージョンという AI イラストやってます。導入や設定が難解なところがあるので簡単ですが説明していこうと思います。質問などあったらコメントしてください。ネタがないので返信はコメントでなく動画で投稿するかもしれません。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、また見てね。ありがとうございました。